はい、皆さんこんにちは、まさこっちです。エリナです。はい、ということで今日はサーブについて動画を出していきたいと思います。サーブで得点を取ろうっていうことで、まあ、動画を出していきたいと思います。まあ、得点の取れるサーブって何かって言ったら、やっぱり、ブチ切れの下返し、あとはがっつり伸びるアップサーブ、曲がるサーブとか、かなりブチ切れの下回転、ガン伸びするアップサーブ、超曲がる横回転サーブを紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、まずあの1周目はあのこれ下回転の切り方なんですけど、あの普通切る感覚っていうのは、まあ、キュッキュッてやる感じね。キュッキュッてボールの斜め下、こっちないよ、こっちからこう出すんじゃなくて、少しこう斜め、こうね、真下じゃなくて、もう斜め奥、まあ、斜め奥擦るぐらいの気持ちでやらなきゃいけないんですよ、下回転ぶち切るときって。これが、押すようにこう出すとあんま切れないです。こういう出し方しちゃうと、こういう出し方しちゃうと、だから少しこう斜め下をこうやって、そうするとほら、これ切れるわけです。こっち側右、これ持ってる手の後ろでこう掴む、こう投げてこうサッてやって、パッて消すっていう、この後ろになる、こうパッてこう消すっていう、そういうパフォーマンスありますけど、それと一緒でパン、手の後ろで投げたら、手の後ろでパッてキャッチする、パッてキャッチする、こういう角度になるわけですね。こう見て分かると、そうするとこういうスイングになるわけですよ。さっき言った打ち切れの下回転のサーブを出す時のラケットのスイング角度っていうのが、これで同じような角度だ。後ろでキャッチすればいいんだっていう、こういう練習してください。後ろでキャッチするつもりで出すと、そうするとこうやって出せる、キャッチするつもりで出すと、そしたら切れた回転が見せるようになるということなんですよね。で、実際台の方に行ってやってみたいと思いますよ。見ててくださいね。これは押してしまってるので、後ろから押してしまってるので、でさっき言ったこっち側当てるようにする。だからこうキャッチするようなイメージ、キャッチするようなイメージでこっち側をこう擦る、こんな感じ。まずはダメなやつ、ボールの後ろを押しちゃってる、少し切れてるけど、まあ、あんま切れない。で、今度はボールの、真下からはその斜め下を捉えたいので、一回キャッチを練習してください。そう、キャッチをまず練習する。で、こんな感じでボールの下、斜め下を捉えるっていう気持ちでね。で、そのままキャッチせずに知るつもりでキュッと出す。そう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 、もうちょっとインパクト強くするとボールが前に飛ぶので、もうちょっとインパクト強くして、わあ、そうですね、インパクト強くして、そうですね。で、だんだん低くなってきましたね。まあ、あくまでこれは切る感覚の練習なので、まあ、ミスしてもいいと思います。切れてる、高くなってもいいと思います。で、切る感覚を得てください。で、それをあとは自分のサーブの、下回転のサーブに取り入れていく。そうです。で、自分のフォームにその感覚を取り入れていく。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これが下回転をぶち切る感覚の練習、感覚のイメージする方法です。どうでしょうか。やりやすかったです。めっちゃ嘘っぽい。感覚がつかめると切れ味がだんだん分かってくるので、はい、って感じです。はい、ということで、まず切る感覚を得る、これ一番大事なことということですね。これがなかったら、うまくいかないということで、皆さん参考にしてください。ということで、まさこっちとみれでした。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということで、まさこっちです。ぶりっこです。ぶりっこです。はい。
さあ、ミユリーナですけどね、はい、やってまいりましょうね。今日は技術動画です。はい、今日はピシュテイっていう技をやっていきたいと思います。はい、で、ピシュテイっていうのは、スロバキアの選手、張本くんが戦ったで、ちょっとイライラさせた試合ありますよね。結構独特なプレイヤーで、まあ、すごくなんか衝撃を与えた、で、僕大好きなんですけども、ピシュテイっていう人が多用している、すごくたくさん使ってた技があったんです。ピシュテイ選手しかやってないように見えたので、私この技に名前をつけたんです。名付けてピシュテイ、ピシュテイです。まずそのピシュテイのやり方です。バックハンドのリフトみたいな打ち方なんですけど、これをピシュテイで、使っていきます。まずボールの頂点を当てること、なるべく高いところを当てることです。2つ目にヘッドを下に下げてください。いいですか。で、こういう形です。こうじゃないです、こうじゃないです、こうです。で、3つ目が肩の回線です。いいですか。こうです、こういう動きです。いいですか。こうとかこういう動きじゃなくて、こうです。いいですか。こうです。肩の回線を使ってこう脇をこうブギウギですね、ブギウギスタイルで、ブギウギピシュテイ、ピシュテイブギウギ、ピシュテイブギウギ、ピシュテイピシュテイブギウギ、ピシュ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 テイブギウギ、ピシュテイ。一つ目が頂点で打つこと、二つ目がヘッドを下に向けること、三つ目が肩の回線。これでピシュテイの完成です。皆さんぜひ使ってくださいね。それでは動画をどうぞ。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、マスコチです。ミリーナです。はい、ということでやってまいりま、やりたい、まいりたいと思います。今回はサーブの動画です。横上回転と横下回転のサーブの出し方っていうのを教えてくださいっていうリクエストもありましたので、うん、そのリクエストに答えて出していきたいと思います。今振り子サーブの横上と横下っていうのを出していきたいと思います。で、まずモーションなんですけども、上空から、上空というのはラケット上から振り子のように振り下げて、落ちたら上げる、なんか馬のムチをパーン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 って叩いてるような、そういうモーションになります。タイミングは下に下がってる時に当たれば下回転で、下がって上に上がる時に当たれば上回転、下に落ちてる時に当たるか上に上がった時に上がるかで横下と横上を出し分けています。そして最後フォロースルーです。フォロースルーを最後くるんと、最後くるんと、最後くるんと、違う動きをすることによってどっちのサーブを出したのかさらに分かりづらくなるんです。さらに短くなるんです。短くなるんじゃないです、さらに分かりづらくなるんです。さらに分かりづらくなるんです。分かりづらくなるんです。分かりづらくなるんです。それでは動画をどうぞ。Oh,
せ走らせチャージ走らせストップ。はい、マサコーチです。はい、今日は上回転ストップの技術について話していきたいと思います。普通下回転のボールね、突っつきの技術としてストップっていうのがあるんだけど、それって普通下回転だよね。だけど今回は上回転のボールなのにストップをしてしまおうっていう技術です。上級者、まあ中級者から上級者の選手が使えるとかなり効果的で、あとはやっぱレシーブですよね。レシーブで上回転のサーブが出てきた時にパッてストップができると、相手はえっていう風に3球目を打ち損じてしまうわけですね。そうすると4球目チャンスが訪れます。結構こういう技プロ選手ってたくさん使ってるんだよ。まず大事なのが面を立てる。絶対ボールの下は出ません。面を立ててボールの背中を当てるようにします。でポイント2はライジングです。バウンド直後当てます。で3つ目、これすごく大事だね。ネットより手前を狙います。普通に考えたらミスしてしまう。普通に考えたらミスしてしまう。それを本当に実行してしまったらミスしてしまう。だけど上回転のボールをストップしようと思ったら、自分のネットより手前を狙ってちょうどよくネット際に落ちるんです。落ちるんです。面を立てる、ライジング、自分のネットの手前を狙う。そうすると上級者が使っている上回転に対してのストップが皆さんでもできます。ということで動画をどうぞ。森の中、クマさんに出会った出会った、花咲く森の道、クマさんに出会った。マサコーチです。ミリーナです。今日はサイドスピンスタップ、サイドスピンストップ、サイドスピンストップについて説明していきたいと思います。このサイドスピンストップも結構上級者が使ってます。結構ね、なんていうのかな、横回転系のサーブが出てきた時のストップになります。これはまさに直角に曲がるストップです。直角に曲がります。いいですか、かなり曲がります。これびっくりします。動画見たらびっくりします。マジでびっくりします。それぐらいすごいですね。ポイント1、相手の横回転のサーブに逆らわないような角度で当てる。要は相手の当てた角度と同じ角度で当てる。まあ、今回、ミューリーナが振り子サーブを出してくれてますので、今回に関しては、マサコーチからしてみたらボールの右側ですよね、右側を当ててます。でポイント2はライジングです。ライジングで3つ目はその右側を擦るんです。ちょっと擦るんです。いいですか、まあ、ただ置くだけでもいいんだけど、もし少し上手くなってきたら置くだけじゃなくて、ポンと置くだけじゃなくて、ちょっとこする要素です。そうするとかなり曲がります。かなり回転がかかります。いいですか、サイドスピンストップ、横回転のストップです。1つ目、回転に逆らわない角度。2つ目はライジング、バウンドして直後で、3つ目がボールの右側をちょっとでもいいからカーする。そうすると上級者のサイドスピンストップできるように
なるんです。ということで動画をどうぞ。